九州見つけ人の春です。またのなおです。この番組では北九州の情報や魅力をお届けします。今回やってきたのは若松区にあるグリーンパーク。今日はここで城下北九州見つけてきました。仲良く行く、レッツゴー。春さん、今日はこちらグリーンパークにキャンプ場誕生。キャンプ場、この中にですか？グリーンパークは水、緑、そして動物たちとの触れ合いをテーマとした市内最大の公園。充実したアクティビティが豊富に揃っています。公園で一日中遊んだ後にこのままここに泊まれたらいいのにって思ったことない？あります。そんな夢を叶えてくれるキャンプ場がここ。4月15日に誕生した響灘キャンプベース。フリーサイトや車の乗り入れが可能なオートサイト、ワンちゃんと泊まれるドギーサイトが設けられています。そして今回体験したのは手ぶらで楽キャンサイト。テントもある、寝袋もある、バーベキュー、焚き火もできる、キッチン用品、こんなに充実してる。全てが有名アウトドアブランドで統一されてる。贅沢ですね。しかも手ぶらで。これちゃう。手ぶらで楽キャンサイトはキャンプに必要な準備を全て施設側が行ってくれるので、キャンプ未経験者やキャンプの準備が大変という人にもおすすめです。ここでちょっと北九新発見。このひときわ目を引く建物は管理棟。螺旋階段を上ると展望デッキになっていて、キャンプ場を一望できますよ。キャンプといえばバーベキューですよね。ねえ、見て見て、肉焼けてきたよ。全部焼いてくれてありがとう。贅沢ですね。おいしい。こんな自然の中でお肉を焼けるなんて、トイレ、シャワー、お湯が使える洗い場の機能が備わったサニタリー棟は24時間利用可能です。一日の終わりにこうやって火を囲んで、いい音楽があって、手ぶらできたのに本格的なキャンプができて、最高の一日でした。今回はグリーンパークの新しい過ごし方見つけてきました。